楽天イーグルスの4番として活躍している浅村秀人は甲子園史上最強の1番打者と呼ばれ、輝かしい成績を残した。2008年に西武ライオンズにドラフト3位で入団すると、3年目から守備位置はない外野を転々としたが、レギュラーに定着し大活躍を果たした。2013年にはチームを引っ張る活躍をすると110打点を記録し、平成生まれ初の打点王に輝いた。渡辺監督が浅村をキャプテンに指名した際には、恩師の大阪桐蔭西谷監督が大丈夫なんですかと驚いた。2018年に FA 権を行使し、4年総額20億の契約を結び、楽天イーグルスに移籍をした。 FA 宣言した際にオリックスとの交渉を断ったことから、お断りックスと揶揄されている。